噂の話って本当ですか？早く先輩は会社辞めちゃうって話。お疲れ様、ミキちゃん。その噂なら本当よ。今朝課長と人事部に伝えてきた。残ってる有給を使い切って、早いけど今月中には退職するわ。今月中ってあと2週間もないじゃないですか。本当はもう少ししてから退職するつもりだったんだけどね。前田課長が私の退職願いにブチ切れちゃって。やる気のないやつはとっとと辞めろって。彩香先輩、やっぱり退職の理由は前田課長なんですか？まあ否定はしないわね。前田課長のこと私はとっても好きじゃないから。前田課長って部下に厳しいですもんね。特に彩香先輩には当たりがめちゃくちゃ強かったですし。平気で残業や自分の仕事を私に押し付けてくるのよね。おかげで今まで何度私の予定が狂わされたことか。こんなに早く先輩がいなくなっちゃうなんて。ミキちゃんも前田課長には気をつけてね。私がいなくなった矛先があなたに向くかもしれないし。私にですか？そうだ。もしミキちゃんが転職するなら私の転職先を紹介するわよ。実は大事な後輩をあの会社に置いていくのが気がかりだったのよね。いっそのこと、ミキちゃんも一緒に退職しない？そんなのするわけないじゃないですか。私を先輩と一緒にしないでくださいよ。え？私は彩子先輩と違って、前田課長のお気に入りなんです。だから課長と約束してるんです。彩子先輩を辞めたら、先輩の座を私にくれるって。約束ですって？これで私は同期の中で一番の出世スピード。恋人の私を贔屓にしてくれる前田課長のおかげですね。ジャブの先輩をこんなに早く追い出せるなんて思ってもいませんでしたよ。彩香先輩、計画通りにとっとと辞めてくれてありがとうございます。ちょっと待って、ミキちゃん、それってどういう意味なのかしら。恋人ってあなたたち付き合ってるの？はい、禁断のオフィスラブってやつです。何ですって？そんでもって課長が私のこと大好きすぎて、私のことを同期一番の出世街道に乗せてやるって。それで先輩である私を追い出したってわけ？はい、前田課長が俺に任せておけって。まさかこんなにあさり計画通りになるとは思いませんでしたよ。一つ聞いたいかしら。確か前田課長って奥様がいたと思うんだけど。だから禁断のオフィスラブなんじゃないですか。まさか社内にこんな法話カップルがいたなんて。しかもそんな人たちのせいで退職を決意することになったなんて。彩香先輩、今までご指導ありがとうございました。先輩の座は私がもらうんで、転職先でまた一から頑張ってくださいね。そうするわ。こんな人たちと早く離れられるなんて私にとっても好都合だからね。後輩に裏切られてショックだけど、もう辞めるし、どうでもいいわ。それじゃあ元気でね。彩香先輩、お元気ですか？あら、久しぶりね。アホワイカップルミキちゃんじゃないの？その呼び方はやめてくださいよ。私たちもとっくに別れてるんですから。そうなの？なんか禁断のオフィスラブに飽きちゃって、前田課長と別れてすぐに彼氏を作ったんですよ。へー。でもそしたら課長がブチギレで、別れた途端に私への嫌がらせが始まったんですよ。まあ最悪ですよ。そのせいでここのところ毎日残業ですし。へー。ちょっと、ちゃんと話を聞いてくださいよ。可愛い後輩ちゃんが困ってるんですよ。元後輩ね。そして私はあなたのせいで会社を追い出されたんだけど。あの時はごめんなさい。冗談半分で課長に出世したいって言っただけで、まさかこうなると思っていなかったんです。冗談半分ね。あの時のことは無事に退職できたら謝ります。だから私のことを助けてください。私を転職先に紹介してほしいんです。転職も考えてるの？当たり前じゃないですか。今の会社にいたら課長の嫌がらせを受けるだけですもん。残業続きで彼氏とも今喧嘩中なんですから。でもせっかく私を追い出して手に入れた出世街道じゃない。出世より転職です。どうせこのままいてもこれ以上出世できませんし。元恋人の前田課長が上にいるものね。そうなんですよ。別れた今となっては職場が地獄ですよ。禁断のオフィスラブなんて言って楽しんでたくせに、今更私に助けを求めるのはおかしいんじゃないの？どこがおかしいんですか？先輩は会社が変わっても先輩です。可愛い後輩を助けますよね。は？裏切られた後輩を助ける義理なんてありませんけど。だから無事に転職できたら謝罪するって言ってるじゃないですか。
私に謝ってほしいなら転職を手伝ってくださいよ。なんて上から目線のお願いなのかしら。じゃあ次はちゃんと約束してあげますよ。もう職場で浮気や恋愛はいたしません。転職先で綾子先輩を裏切るようなこともいたしません。これなら助けてくれますよね。人として当然のことを約束されてもね。あーもうごっちゃごっちゃうるさいですね。今もこうしてる間に課長から残業のメールが届いたじゃないですか。これで5日連続残業コースですよ。あらおめでとう。私の最大記録は連続残業25日だったわ。そんなに働くなんて絶対に無理。一刻も早くこの地獄の職場から脱出しなくては。そうね、自力で脱出頑張ってね。だからなんで自力なんですか。会社辞めても先輩なんだから私のこと助けてくださいよ。別れた上司からの嫌がらせがひどいんで転職先を紹介してください。そこまで言うなら紹介してあげてもいいんだけれど、一つ事前に言っておくわね。転職先の人事、前田課長の奥様だから。え？だからミキちゃんのことは前の職場の後輩で前田課長の元恋人って紹介することになるけど、それでもいいなら転職先に話を通しておいてあげるわよ。待ってください。前田課長の奥さんが彩香先輩の会社の人事？ねえ、転職の時に親身に相談にも乗ってくれてお世話になったわ。それにしてもまさかアホカップルがもう別れていたなんてね。これは早めに奥様に教えてあげないと。え、ちょっと彩香先輩やめてくださいよ。あんなことしたら私の印象が悪くなるじゃないですか。せっかく転職しようと思ってるのに。あら、何言ってるのかしら。ミキちゃんの印象なんてとっくに悪くなってるわよ。前田課長の奥様もう二人のこと知ってるわよ。え、私が転職活動してた時ちょうど二人のことに気づいて調べていたみたい。面接で社内の浮気カップルの嫌がらせで転職を決意したって話したらね、後日個人的に呼び出されたのよ。多分私の夫だから詳しく教えてくれないかって。それでもしかしてベラベラ話しちゃったんですか？ああ、ベラベラ話したわよ。おかげで離婚の準備が整ったわって感謝されちゃった。ひどいですよそんなの。つまり私たちの情報を売って内定をもらったってことですよね。あなたたちの情報を売ったのはあくまで個人的な話です。転職はちゃんと私の能力で勝ち取ったの。課長の奥様は絶対に仕事にプライベートを持ち込まない人だからね。じゃあ私の転職はどうしたらいいんですか？先輩のところに行けばいいやって思ってて、私何にも転職活動してなかったんですよ。なら今から始めたらいいじゃない。今から始めたってもう遅いですよ。私もう今週末に辞めることになってるんですから。え、今週末？残業とか嫌がらせにもう耐えきれなくて無事家で先週退職願いを出したんです。そしたら課長が、希望通りさっさと辞めさせてやるよって。別れた恋人にも冷たいのね、前田課長って。私は先輩みたいに消化するような有給もないし、あっという間に今週退職することになったんです。どうしよう、今辞めたら無職になっちゃう。そうだね、そして無職の借金女になっちゃうね。早く次の仕事先探した方がいいんじゃない？え、無職の借金女？だってミキちゃんこれから慰謝料請求されるんだもの。奥様がざっと500万は請求するって言ってたわよ。そんなに貯金があるわけないよね。慰謝料請求？なんですかそれ。なんで私が奥さんから請求されるんですか？夫の前田課長と禁断のオフィスラブをしてた頃に決まってるじゃない。離婚するから慰謝料を請求するんですって。確かに課長とは付き合っていましたけど、でももう別れたんですよ。それなのに慰謝料請求されるんですか？されます。あなたたちが破局したこと、ついさっき奥様に連絡したわ。今夜にでも前田課長に離婚届を突き出すって。ミキちゃんへの慰謝料請求も同時に行うって言ってるわよ。そんなの無理ですよ。払えるわけがありません。払うのよ。そんな別れたとか関係ないからね。既婚者だと分かっていてお付き合いしたあなたが悪いの。反省の態度としてしっかり奥様にお支払いすることね。待ってください彩子先輩。それじゃせめて先輩が私のこと助けてください。は？私が？胸に手を当てて思い出してください。確かに私が先輩を会社から追い出しちゃいましたけど、私との楽しい記憶もありますよね。可愛い後輩だって私のこと丁寧に育ててくれたじゃないですか。ええー、あの頃は完全にあなたの猫株に騙されていたわ。あの時の可愛い後輩は困ってるんです。こういう時にさっそうと助けてくれてこその先輩ですよ。まさか可愛い後輩を見捨てるなんてことしませんよね。見捨てて高みの見物だわ。え、先に一つ教えておくわね。慰謝料請求、私もあなたにするつもりなの。あ、先輩が私に慰謝料請求？
ええ、あなたたちの嫌がらせが原因で私は転職を余儀なくされてたの。実は課長の奥様が自分の弁護士さんを私にも紹介してくれてね、最低な奴らからお金を根こそぎ奪ってやりましょうって。え、弁護士さんもあなたたち二人が計画を自白してるから証拠は十分だって、精神的苦痛の慰謝料を請求できるみたい。私はざっと150万円くらい請求するつもりだよ。150万円足したら650万円じゃないですか。あら、アホアフカップルでも足し算はできるのね。バカにしないでください。それじゃあバカじゃないなら自分たちが払うべき理由もわかるわよね。ごねることなく素直に支払いに応じてくれるのを待っているわ。それじゃあお元気で、前田課長によろしく伝えておいてね。正式に慰謝料請求書が届くと、ミキちゃんは素直に奥様と私にお金を支払ってくれました。噂によると実家に頭を下げてお金を借りたらしく、そのままほぼ絶縁状態になっているんだとか。前田課長は一切払わんとごねていたようですが、奥様がすぐに会社に連絡を入れたため、前田課長は社内浮気と私への嫌がらせが大暴露され、あっという間に首処分に。その後私たちへの慰謝料を支払ってくれました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。